はい、皆さんおはようございます。みつるの日常です。本日は7月の25日の月曜日です。今ですね、仕事の方にちょっと向かってるんですけど、まあ、昨日届いて胸と背中のトレーニングを、まあ、一通りやって、まあこのまま一応ルーティンをね、まあ2週ぐらいして、まあ体の様子見つつ、感染症もまあ自分はまあかかっちゃったばっかりで病み上がりなんですけど、またねかからないとも言えないし、いろいろ危険性っていうのはあると思うので、まあ、流行ってるしね、そこも一応気をつけながら、免疫力も下げないようにしっかり、カロリー取って体とねちゃんとしっかり相談しながらやっていければなと思います。朝からバタバタしてますが、仕事をちょっと一日やりますので、また夜になると思います。はい、回しますので、皆さんまた夜お会いしましょう。仕事終わりましたので、今日は、肩のトレーニングをちょっとやりたいと思います。頑張ります。はい、ということで、トレーニング終わりました。肩トレで今日結構種目数とセット数多めにやったんですけど、久しぶりにダンベルのショルダープレスやったら、いつも外野ジムでやるときは30、まあ、ポンド表記なんですけど、約32キロかな。32キロで10回3セットぐらいやってたんですけど、今日も一発目から、6回しか上がらなくて、なんかやっぱりその、コロナ期間中のダメージがまだ、残ってるなと思いました。まあ、徐々にね、戻していければいいかなとは、はい、思っております。全体的に、今日の肩のトレーニング問わずなんですけど、インターバルを、そのプレス系とか、前半で重さ使う種目やるときは、もう3分とか取って、まあ、重量をしっかり扱えるようにっていうところと、あとは、結局そのセット数
を少し増やしたりとか、今後していきたいので、結構自分どっちかっていうとサクッとトレーニングやっちゃうタイプだったんで、それを本当に、まあ、セット数とかもそうですけど、1レップ1レップね、丁寧にちょっとやるように意識して、今後はやっていきたいと思います。なので、まあ、必然的にそのトレーニング時間がちょっと増えるので、なるべくそのトレーニングの時間をゆっくり確保できるように、まあ、普段からスケジュールをねしっかり管理していきたいなと思います。今日は帰りたいと思います。なるべくね早く寝たいんで、今日はなんだかんだで仕事復帰してから12時前にまだ寝れてないので、今日こそは12時回る前に寝れたらなと思います。はい、ということでね帰ります。なんとか12時ぐらいには寝れるかなと思います。で帰って明日のねご飯ちょっと支度して寝ようかなと思っております。では帰ります。